リンクスタート。
私たちが異世界アイドルパラレルパレードです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは自己紹介からいきたいと思います。まずは、はい、異世界アイドルパラレルパレード研修生の焼きプリンだよ。プリン。次は、はい、同じく研修生のエクレアです。レア。玉ねぎ大好きです。次は、はい、シルル担当冷えたアイスです。アイス。次は、はい、赤色担当挑戦ミルクです。ミルク。今日もいっぱい集まってくれてありがとうございます。あれ、今日って、あ、土曜日か。土曜日だよね。日曜日です。昨日までね、みんなお仕事だったと思うので、はい、お仕事の疲れをね、全部吐き出してもう叫んじゃってください。あじゃあ右側の方から叫んで、はい、からじゃあいきますよ。右側の皆様、盛り上がっていきますか。左側の皆さん、盛り上がっていきますか。よし、この調子でこのもね、盛り上がっていきましょう。君のいない天国よりも君のいる地獄を選びたい。冬花。あなたのすべて花のように
らひら一面の雪永遠の花二人の背中をそっと包んで冬花びら桜が咲いている春を告げる初恋のような夢を見たいんです。あなたは二人の距離が離れることなんて何も気づかず冬花びら桜が咲いている春を告げる初恋のような夢を見たいんだ。でも私はずっとあなたをずっと忘れない。次の世界もずっと一緒、たとえそれが幻だったとしてもそれは思い出の中に生きているんだ。悲しみを胸に空へ桜が咲いている、春を告げる初恋のような夢を見たいんです。私は二人の距離が離れることなんて何も気づかず冬花びら桜が散ってゆく、冬を告げる失恋のような甘い恋でした。でも私はずっとあなたをずっと忘れない。生まれ変わってもずっと君と。少しのかすり傷も怖がって縮こまる、そんな人生なんてつまらない。そうでしょ、無謀だとかたとえこないだとか誰が決めたの、覚悟決めて一歩踏み出そう。こぼれ出した不安後悔断ち切ってがむしゃらに立ち向かうよ。世界を敵に回ったとしてもただひたすらに挑み続けるよ。負けた数だけ僕らは強くなれる。過去は幾度だって過去はないから、ボロくさく噛みつき続けるよ。絶望かき
だひたすら戦い続けるよ。負けた数だけ僕らは強くなれる。笑顔は憎いなんて構わないから、努力さえくつかみつき続けるよ。ボロボロになっても傷だらけの拳なんとでも振り上げろ。教えてくれると嬉しいです。はい、でね、あれ全部言ったか、写真もね、伊勢海アイドル公式ツイッターの DM にて、うん、ぜひ送ってもらえればお願いします。お願いします。はい、じゃあ、はい、終わり。はいもう終わっちゃった。しましょう、はい、明日来てください。以上、伊勢海アイドルパレパレ